1970年代のテヘラーン裁判所テヘラーン裁判所はイランの首都テヘラーンにある歴史的建造物である。大通りが司法から集まる場所に建っており、現在は最高裁判所の建物として利用されている。パフレビー町時代に第二代最高裁判所所長であった木船、サドル時代にこの建物を建設する提案がなされ、 チェコスロバキアの企業連合大使古田財閥に建設が任された。建造はイラン歴1317年に始まったが、第二次世界大戦により建設が2年中断した。1325年に完成し、当時の皇太子モハンマドレザー隣席の下、開解処した。なお、1324年スファンド月20日には、アフマド・キャスラビーという法の支配を解く、思想家が、 テヘラーン裁判所3階の第7尋問室の中で自身に向けられた反イスラーム思想疑惑に対して釈明していたさなか兵士に偽装して侵入してきたイスラーム主義者集団フェダイアネ・イスラームの構成員2人により銃で撃たれた上27箇所を刺されて暗殺されるという事件があったテヘラーン裁判所の建築はイスタンブール生まれテヘラーン育ちのアルメニア人 建築家、ガブリエル・ゲブレキアーンにより、新古典主義の様式で設計された。建物の細部の装飾として、イランの偉人たちの巨大な彫像があり、その中で、正義の女神の彫像は、アボルハサン・サディ・ギーの、アヌーシール・ワーン・構成王の彫像は、コラーム・レザー・ラヒーム・ザーであるジャングの作品である。ありがとうございます。